1日3枚限定アトムのピザです。ほとんど3枚毎日なくなりますけど、なぜ3枚かしか作らないかという、まあ作りながら説明しますね。よろしくお願いします。アトムピザです。で、強力小麦粉1キロ1キロね、入ります。牛乳、まず特の牛乳、濃い方が美味しいですね。これだいたい 700cc 牛乳に、バターたっぷり入れます。たっぷり入れて、牛乳少し温めてバターを入れますね。まずこれドライイースト適量、何グラムでもいいんじゃないですか。ドライイースト入れます。ドライイーストね、あ、何グラム、塩適量、塩適量、はい、塩ね、適量ってことはお好みっちゅうことだな。次、砂糖とね、はい、砂糖です。もうできるよ。じゃあこれ1キロで3枚分。3枚。なんで3枚分使ったの？もしね、ピザね、3枚作るともう体力がなくなってしまいます。だから3枚分しか作りません。でも1キロで3枚分。普通ここの時にピザ食べ放題ってますよ。食べ放題って10枚食べれば無料で、当時私ラグビー部だったんですけど、ラグビー部の仲間と5人で行きました、ピザ屋に。で、全員10枚、まあ全部で50枚、全員で10枚以上食べました。1人10枚、50枚、全部タダ。2回目行ったら店に断られました。で、ケーキだけくれたのでそれもらって帰りましたね。そうですね、厚めの牛乳で、水一切使いません。全部牛乳です。で、こう作って、そこに入れます。ピザの生地って、ね、最初からこねないでこう混ぜて少しこうほっといた方がいいんじゃない？なんでほっとくか。こんなに手入れるとね、粉がネバネバくっついて気持ち悪いんだこれ。あれ、ちょっとこうまだバラバラだけど、少しこうやってこれでいいんです。これでね、ちょっとほっとくんです。意外と私の作るもの大雑把です。大雑把だけど、もうみんなおいしいおいしいと食べてくれるからね。よくさ、このピザの生地どうやって作るんだですかって言われるのね、お客さんに。まあ主婦とかね、ね、これで動画撮ってみれば最初ないでしょ。ねえ、みんなにも知るんですよ。強力粉を買えば袋に
ピザの作り方って書いてるでしょ。この通りでいいですよ。ね、本当にその通りなの。でね、これね、これね、嘘。やっぱり企業秘密なんでしょ。企業秘密ってほんとなんか店でもないですからね。うん。企業ってことでもね。単にちっちゃいカフェバーだから。丸めてこう、ペンペンってこう。こんな感じで、少し時間を。ね、いきなりこねな。よし。やっておいて、少し。まだこうちょっと粗いけど少しほっとけばいいんですね。はい、だいたい時間にして20分くらい。はい、小麦粉をまぶして原稿で押していきます。それが東京の行ったピザ店でした。シェイキーズだ。うん。あれね、東京のピザってどうだろうかなと思って、入って食べたんだけど、全然ね、具が入ってなかったですね。青森のピザは、アサリとかね、ホタテとか、いっぱい入ってたのに。今日のピザはね、もう具が入ってなくてね、なんかこう、聞いたことないアンチョビとかね、そういうのがほんのちょっとこう、ついてるだけでね、いや東京のピザってこうなんだなと思ってね、やっぱり青森のピザの方が美味しいなと思って食べたものですよね。うん、でね、小麦粉をつけてね、入れていきます。よいしょ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 。はい。そして、少し発酵させますね。発酵。で、こうやって、ね、少し発酵させます。ね、発酵しろよー。発酵しろよーってね。1時間、膨らんできましたね。これもう一回こねますね。空気抜き。よし。よいしょ。滑らかになってきましたよ。よし。よいしょ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 。またこれを濡れたタオルをかけておきますね。あとでもう一回いきます。はい。さあ、2回目どうなりました？ほらー、いい発酵具合ですね。これ、いい手触りだ、これね。お姉ちゃんのお尻ね。ね、お姉ちゃんのお尻みたいに、こう、このくらいいいですね。これね、もったいないね。これもう一回空気抜く。ね、お姉ちゃんの、何でもお姉ちゃんの若いお尻は触っとらんの。おうおう、触っとらんけどもこういう感じだったよね、確か私の記憶だば。うん、よし。はい、で明日のお客さんは美味しいピザ食べれますよ、ね、よいしょ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 、よしよし。で、サランラップかけで終わりです。美味しくなりますように。はい、どうも。はい、これでは昨日の作ったピザ生地どうなりましたか。はい、大きくなりましたね。はい、大きくなった。おお、あー、いいよ。ああ、お姉ちゃんのお尻みたいでいいね。これね、すぐ世の中セクハラって言ってるね。これにね、
粉っこ、粉っこっていうな、まして、もう一回出ますね。よいしょ、あ、いい感じました。おいしいぞ。これをね、よいしょ、これで特大ピザ3枚分。よいしょ、ね、たら、はい、これを伸ばしていきますね。今日も3枚予約なんで、3枚作らないとダメだね。それで今日の体力は使い果たすわけだ。さ、気の利くお客さんはね、ご大事だよ。気の利くお客さんは焼きたてを出した瞬間に、マスター小皿もう一枚って喋って一切れ私に焼きたてくれるんですね。私、あ、私はね、遠慮なく、お、気利くの、いいお客さんじゃの、必ずいただくんですね。お酒ごちそうしてもらえるよりいいよね。これ過ぎなの。だからね、自分で作ったピザで焼きたてを食べれるのは、そういう気が利いたお客さん来たぞ。わかった？気が利いたお客さん、こういう人はね、店に好かれるんだ。うん、こうトッピングでもサービスしたくなるね。例えばそういうお客さん、あ、このこいつはまだくれるなと思うと、あの、まあ自分も食べれるなと思ってさ、トッピングも例えばサラミとマッシュルーム入れたとするんでしょ。生ハムもつけちゃうんですね、上にね。ね、はい、これ、このままこう、こうやってさ、まあ今はね、こうやってやね、丸めて焼くとまだ美味しいんだ。なんちゃってね、美味しいわけねえじゃんね。味も何もついてないのに。よし、で、こうやったら、ね、はい、あの、こう、ビスケットね、たまにさ、忙しいとこれ忘れるんだ。これ忘れてさ、できるとさ、こんなピザでいいですね。あら、びっくりする。まあ私の場合は少量も野菜に出せますけどね。悪い、穴あげるの味でパンみたいに潰らんじゃってよつって出してもね、まあ、まだ結婚客さん喜ぶんだ。わあすごいとか言ってさ、シャメ取ったくらいですね。今いいのなら何でもシャメ取れる。悪いことできねえからね。はい、はい、これです。大体このオーブンの鉄板と同じ大きさね。おいしく焼けてくださいね。そういう感じです。少しこれでちょっとだけ置きますね。まずトマトソースになります。これね、トマト缶に玉ねぎとかチリソースとか入れて、ミキサーかけで少しグツグツ煮た、
ひもじしない派で、これすぐカビ生えるんだ。これな、すぐカビ。だから、大体、そんないっぱい作ってない。ピーマンと玉ねぎ、バーここまで、ね、耳まで美味しい。端っこまでたっぷり。だからうちはアトムピザっていう名前ね。何が入っててもいいでしょ、アトムピザだったら。例えばだね、変なもの入れても、そしたらなんかこれ変なもの入ってる、アトムピザだからな、言えるでしょ。アサリのピザだったら必ずアサリ入れないとダメでしょ。ああね、なんでもうちの場合アトムなんとかって書いてるのはいつも味も違うし入ってるもん違うね。気がいい。これアトムピザですよ。マッシュルームちゃんと水気切ってね。水気あるとあのピザがもうむちゃむちゃしちゃうから。はい、次間にまたこうやって置いていく。意外とね、このピザにマッシュルームとか、まあ普通のキノコでもいいんだけど、食感いいんだ。どうしてチーズいっぱい多く入れるかっていうと、私が好きだからです。いつも料理で説明するけど、私がこうやって食べたいなっていうふうに何でも作るんです。ね。こうやったら美味しいだろう、お客さん美味しく食べるだろうな、じゃなくて、こうやったら美味しい、自分で美味しく食べれるな、そういう感じでね、こういう感じ、隅っこまでちゃんと、ね、すごいよ、意外とね、こんだけ涼しくてさ、焼けないんだ、なかなか。とこポテチ入れるか、あ、よし、なくなく、もうこれちょ体に悪いよ、これだけさチーズ食べたらね。でもさ外で食べるときはね、ダイエットとか全然気にしないね、コレステロールとか気にしない、そういうのに気をつけて食べない、うちで食べてくださいね。外出たらもうとにかくおいしいもの食べると、おいしいものとかね、体に悪いものいっぱい食べると、体に悪いもの食べると。焼けましたよ、これ熱々の熱々ね。ザネスで行けましたね。で、はい、切ります。あ、サクサク。これチーズとろーりってね、ですね。あ、美味しそう、美味しそう。アップです。うわうわうわ、はい、愛情のこもったピザの焼き上がりです。はい、マスターさんにも少しですけど、あ、サンドイッチ作りました。あ、サンドイッチいただきます。はい、わかります。今日、何の日でなくてもお母さんばっかりやって、おめでと違って来てけるんだね。すいません、余計なことちっちゃいリングの見立ちですけど、
ほら、こうやってやろう。あ、お前も持ってきてくれないんだ。ちょっと、はい、もうさ、直近でオリジナルだからさ。おら、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 ちっちゃいんですみません。かわいい。まあ、キティのお土産です。キティのお土産。あ、これ、ケンツの動画アップ。動画。はい、あんまり人気ないですけど。ケンツ、ああ。すいません。言えば、オラだけは強いんだって言うんだ、あるケンツ。はい、はい、ケンツの仲間、はい、その1位、その2位、はい、ああ、ケンツ、こういう感じです。